やって5秒でエース。よいしょ。はい、今日もミクが遅刻でーす。あ、ミク出してもらえますか、ちょっと。はい、ミク来た。はい、おはよう。ミク今日もなんか最近あいつ寝坊しかしないんだけど、寝坊なのか何なのか知らないけど、ちょっと連絡してみようかな。全然来ないよ。うん、まあ、ちなみにミクのこの画像って毎回準備してもらってるから、もうスタンバイしてもらってるから、寝坊なのか遅刻なのかわかんないけど、とりあえず、まあ、連絡返ってきてないからわかんないけど、後で来るんじゃないでしょうか、多分ね。まあ、いつものことなんで、もう、だんだんもう、慣れてきたけど。ミクの準備はもう、向こうが、この、スタジオの方も先にね、してくれてるから。ごめんなさい。うん、あ、来たわ。うん、ミク来た。遅いよ。ちょっと今日はもうマジで始まってる。時間が、ちょっと、はいはいはい。あれだったんですよ。もうあれ、ね、なんかさ、これね、今日イベントなの？今日イベントっすよ。今日バスデー？今日バスデーじゃないっすよ。すごい私服っす、これすごい豪華なの。これやばくない？おいらんす。なんでこんながっちり気合入れたの？いやなんか普通に浴衣着ようと思ったんすけど、うん、おいらんできますよって言われて、うん、え、もうおいらんって何か分かんないけど高いから、うん、とりあえず高いんだったらやるしかないな。あー、まあ金かけようとしたらこうなっちゃいましたね。いやー、あれだよ、今日多分ミクバースデーイベントだよこれね。俺も途中で思いました。うん、やべえな、主役級だよねもう。うん、でもこれルローニケンシンのコスプレより金かかってないんですよ。本当に、はい、コスプレ金かかるよね。ルローニケンシン僕あれ13,000円ぐらいかかったっすからね。俺も前コスプレイベントやった時6-7万ぐらいかかった。何やったんすか？東京グールって漫画。あ、金木くんすか？そう、金木くんやったんだ。え、すごい。あ、で、なんていうの、はい、触手みたいなのあんじゃん。あ、かぐねかぐねだっけ、あれ作ったんだよね。作った？あれ作ったの。何で作ったんすか？東急ハンズ行って材料買ってきて、はい、中に太い針金入れて、はい、外側に綿つけてその周りを革で縫ってみたいな。ワクワクさんだいってことですか？めっちゃやばかった。すっげえ長いの、ここら辺まで伸びてる。クソ邪魔じゃないですか。いやーマジで、それ持ってって店で着替えて周りの反応を見た時のドヤ感。周りになんかちょっとさ、軽く気合い入れましたみたいなコスプレなのよ。一応売ってやったコスプレ買ってきましたみたいな。俺もうマジだからね。1ヶ月ぐらい前から仕事休みまくって準備してたもん。店休んで作ってたからね、金木。いやでもいいな、俺最近コスプレめっちゃやりたいんですよね。ああ、やったらいいじゃん。セッション丸とかやりたいんですよ。え、セッション丸。ああ、まあでもあれだもんね、結局自己満だからね。そうなんですよね、コスプレってのは。自分がね、楽しければ、はい、うん、バースデーイベントじゃないから、ファイナルだから。ファイナルなの。やめちゃうよマジで。もうね、飽きたんでやめます。はい、飽きた人の格好じゃないから。飽きた人こんな本気で服着替えてこない。ホストはもう飽きたんでやめます。やめないよね、はい、皆さんありがとうございました今まで。ホストほど刺激があって飽きたんだったら多分何の仕事もできない。もう何もできないですから。 T 芝なんかもう引っ張るなんか大丈夫、何も反響なかった。何もなかったっすけど。結構さ、なんか仕事の話とかさ、ぶっ込むじゃん、はい、今のとこ大丈夫。今のとこ大丈夫っすけど、昨日は昨日あれっすよ、前の会社の子が LINE 来ても、仕事中に、うん、今お前んちの店下いるけどみたいな言われて、うん、そう、俺昨日びっくりしたのよ。昨日俺エレベーター降りようと思って開いたらさ、なんかヤンキーみたいなのが2人来て、ヤンキー2人出てきて、え、多分この人たち間違ってると思って、ここじゃないですって思って、俺必死に止めようと思ったんで降りてきたから、はい、俺がボタン押しちゃったばっかりに、開いちゃったばっかりに、はい、違う階で降りてきちゃった、勘違いした人なのかなって思って、ここ5階ですよって言ったら、俺のことをフル無視で入ってって、あ、おるやん、おるやん、こいつこいつって言って、そのまま店の中入ってったから。あれ、俺の友達っす。ヤンキーじゃん。同業で呼んで、金いくらあんのって聞いたら2000円って言ってたんで。やばいな、金ないヤンキー。もう、いいよ、出すよって。めっちゃ優しい。え、じゃあ俺もさ、あれなの、俺のこと嫌なの。嫌です、キャバクラはちょっとダメっすわ。キャバクラは行かねえよ。キャバクラは行かねえよ。
じゃあヤンキーじゃなくて、あの前の同僚だから、それこそ T 芝の社員なんで。あれ T 芝の社員なの？ T 芝の社員なんですけど、やっぱ T 芝ってちょっとヤンキー多い。ヤンキーじゃないですか全然。本当にヤンキーがめっちゃなんか俺好きながらテレビとか作ってんだよ。全然ヤンキーじゃない。好きヤンキーはあの派遣組と正社員組とあって、正社員組は真っ当な人生があるあるんですけど、あ順調な人生。派遣組は一回ヤンキーもうなって、でやべできちゃったよみたいな。ああできちゃったよどうするよみたいな、働くしかないべみたいな。でも生々しいね。ないから、うん、まあ、派遣で。え、ちなみに何ができちゃったの？時事ネタっすよ。時事ネタですから。何できちゃった？何ができたのかな、わかんない。わかんない。何の話だったの？子供がね。東芝って言ったら、東芝じゃないからね。東芝の話は今一切知らないから。東芝って。東芝ってあのテレビとか作ってる会社でしょ？え、僕知らないです。違う。T芝ね。T芝。T芝もテレビとか作ってますけど。ちょ、待って、パンツ見えるかよ。うん、大丈夫、画面にギリギリ、あーギリギリ映りそうだからやめといて、やめといて、困る。またレディのパンツで、すれ、荒れるわ。やめろやめろ、うん、やめろ。レディのパンツで、荒れるわ。そう、今日なんか夏っぽい格好って言われて、なんか最初浴衣とか言われたんですけど完全に部屋着じゃないですか。いや、しかも、俺ちょっと待って、ちょっと俺持ってくるから。俺さ、いつもさ、靴さ、はい、あの動物のスニーカーじゃん、はいはいはい、でも今日動物のスニーカーおかしいなと思って、はい、サンダルできたの。動物のっすか。ハハハハ、うざい。ちゃんとサンダルできたからね。サンダルちゃんと動物のサンダルできたから。それいくらなんすか？これ1万高っ。いりますそれ。いるでしょいや、ちゃんとでも期待裏切りたくないから。俺がさ、クロックスとかできたらさ、違うじゃん。まあ、違うっす、ね、だからやっぱあくまでやっぱこう動物の、俺といえば動物みたいな部分があるじゃん。うん、もうなんかそれ、自分が作ってしまったキャラ設定のために。そうそうそう、俺が作ってしまったから。もうやんなきゃいけないって。だって俺なんか普通の靴履けないもん、今さら。まあそうっすよね。しかもなんか結構あちこちで俺目撃情報上がるんだよね。どこどこビビ君歩いてましたよみたいな。だいたいそう、あのクマの靴履いてる人だいたい。大体ね。あるんすげえよ。だからなんかもう本当に俺なんかあちこちで見かけられるからね。俺と同じ靴を履いてる人。でも俺じゃないからね。うん、見たことないな、それ履いてる人は。なんかね、ちょいちょいいるよ。いますよ。うん。地元とかにはいないだろうけど、それこそほら、T 芝の人とかは履かないだろうけど、こっちの人は、ね。でも、T 芝の人こんな格好すんのかな。いやー、しないでしょ。しないっすよね、だって。しない。スーツか作業着かどっちかじゃない？スーツ着て出勤して作業着着替えるっていう意味不明だ。もうじゃあスーツ何って感じだよね。ほんとそれっす、マジで。T シャツ、外でもクマの靴履いて、うん、なんなら履いてきたからね、あれ今日。普通にあれで電車乗ってきたから、俺。わざわざ靴は履き替えないでしょ、だって、うん、わざわざやんないよ。でも昔なんかすっごい雨やばい日とか、もう台風の日とかで、それでも店営業するっていう日があって、前の店とかで、はいはいはい、そういう時はこの靴履いてたら濡れるなって思ったから、はいはい、あのレインブーツ履いてって、うんうん、あの袋にあの靴詰めて持ってってみたいな。レインブーツとか俺久しく履いてないですよ。いやでも最近のレインブーツって結構おしゃれなんだよ。おしゃれなんですか？なんか長靴じゃないのよ、つまりは。田んぼのやつじゃない。田んぼのやつじゃない。じゃないですか。田んぼのやつじゃない。結構おしゃれ。多分女の子はね、多分知ってると思うけど、最近ね、結構がっつりなんかおしゃれなレインブーツあるんだよね。へー。うん。おいらはバースデーだよねっつって、知らんがや、ほんな。俺、この間何でもない営業の日に白スーツで行ったからね。あ、行ったね。なんなの思いつきなの？思いつきっす。うん。どこまで行くの？どこに向かってるの？いやー、なんか昔のホストってかっこいいなって思って。あ、昔のホストってもう髪の盛り方とかもね、こんなんじゃなかったもんね。そう、こんなんじゃないですから。もっともあの垂直に伸びてるから、一番上の髪の毛。そう、あれもうめちゃくちゃかっこいいんすよ、あれ。もうめっちゃ好きなんですよ。そう、あ、昔の5、6年ぐらい前までやってたホストのね。そうなんですよ。もうあの時代のホスト憧れて入ったのに、もう今じゃね。でも今はね、ヘアメイクさんとかによってはね、私筋盛り苦手なんだよねとか言われる。います？そんなんいます？うん、もうやんないからみたいな、ナチュラルな人が多いから。最近始めた人とかは筋盛りとかね、あんまやんないからね。あ、そうっすよね。うん。いや、昔のなんかたまにね、昔の家とかにさ、昔のホストの雑誌とかあるんだけど、はいはいはい、すごいよやっぱ昔の人って。なんかすごいっすよね。ピッカピカのキラッキラのスーツ着て、ここになんか、え、何それ、なんかお墓参り行くのぐらいのでかい鼻ついてるし。あれめっちゃかっこいい、俺めっちゃ好きなんですよ、あれ。すごいよ。だから俺ヘアメイクで時々ストレート筋盛りって言うんですけど、うん、ストレート筋盛りもういないっすもん。だから、え、うん、珍しいみたいな、全部ストレートでいいんすかみたいな。
だからさ、ほら、今言ってるけどさ、なんか昔のホストの格好するイベントとか欲しいよね。そう、それこの間話してたんですよ、裏で。うん、やりたいね。やりたいです、マジで。でも、キモいと思うよ、多分。いい、その姿で出勤はできないよ。いい、できます、できます。いや、できないって。だって俺、白スーツで出勤してるんですよ。白スーツでバイク乗ってくるの？え、それはちょっとしないですけど。それはしないんだ。歩きましたけど、タクシー乗ろうか考えたんですけど。いや、白スーツで歩いてるのも結構インパクト強いけど、ね。いや、結構恥ずかしかったっすけど。恥ずかしいよ。いや、でもなんか。え、だってそれでファミマとかでファミチキください。売れてないよ、完全に。ファミチキカップヌードルとか買うんだよ。で、そこでお湯入れて、コンビニの外に座って、3分待って食うみたいな。ビチャッて作って。なんか俺さ、すごい嫌なんだよね、あのさ、夕方にさ、歌舞伎町のコンビニとかでさ、はいはい、なんかクソみたいにさ、なんか、クソみたいにって言っちゃったけどさ、なんかお湯入れてるさ、ホスト俺やだわ、あれやばいっす、ね、あれやだわ、すごい。なんかさ、ホストってなんか言い方あれだけど、まあ非現実的な生き物というか、あんまり生活感のない生き物じゃん。非日常を味わえる場所がホストクラブなんだ、あって、なんかさ、それの女の子でもやんなくない？カップ麺買ってそこでコンビニで別にいいのよ。現場仕事してる人とかだったら別にいいのよ。別に。どんな仕事でも別にいいんだけど、いいよ。ホストでもいいよ。やってもダメじゃないけど。なんかちょっとさ。見られた時っすよ。で、なんかこうやってさ、持ってさ、なんかこぼれないように歩いて店まで歩いて。きつい。キモや、あれ、後ろからぐるってやりたいよ。マジやりたいわ、ほんとに。こぼしてしまえ、もう。やめてくれ。なんかもう、ああいうののせいでホストのイメージはさらに悪くなるよね。確かにね、ありますね。そう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 。あとなんか外でこう座ってるホストとかね。僕、ジベタリアンは歌舞伎ではできないですけど、うん、南口だっけ、東、え、新宿駅、新宿駅、南口だ、だいぶ遠いな、うん、東口と南口の間っすね。あそこの東南口って言うんですか、うん、マルハン並ぶときしかジベタリアンはしません。ああ、まあ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 、ちょっと歌舞伎離れてからだったらね、はい、やっぱ誰が見てるか分かんないからね。恥ずかしいなと思いつつも30分は待てないな。ああ、てかさ、ジベタって落ち着かなくない？俺だって落ち着くんすよ、それが友なんすよ。ジベタは友、友なんすよ。ジベタは友っていう名言っぽく言うけど全然かっこよくないジベタさすが元ヤンって言われてる。元ヤンではないから。でも俺の周りの友達がなんか本当に俺の名前を出して喧嘩してたんですよ、うん、中学高校ぐらいの時かな。どういうこと？なんか、あの、僕名前が、まあ、例えばミクとするじゃないですか。例えばってか、ミクだけどね、俺からしたら例えばミクとするじゃないですか、うん、で、なんかその友達が、まあ、高校3年生ぐらいかな、うん、18歳ぐらい、うん、で、の時に中学生狩りっていうのを初めて、うん、14歳とかのちょっと調子乗ってる子を捕まえてボコボコにして、うん、で、俺の周りにはもう浜崎美久とかもっとやべえやついっぱいいるからなみたいな。ああ、なんかそのボス的なキャラクターとして使われるわけだ。そう、でもそれネタで使ってるんですよ、うん、俺全然喧嘩とかしないのに、うん、なんか弟が公園で遊んでたら、なんか弟小学校ぐらいだったんですけど、中学生ぐらいの子に、うん、あの浜崎美久の美久くんの弟ですよねみたいな、この辺でブイブイ言わせてるらしいっすよみたいな。自分の知らないところでなんか私喧嘩しないよみたいな。めっちゃ喧嘩強い人。そう、めっちゃなんか地元でね、なんかやってくれたね、足立英哲くんは。本当に名前出したらいい。足立英、名前出したらさ、美久っていつも思うんだけどさ、なんか人の名前はさ、うっかりポロポロ出したけど、はい、自分の名前はちゃんと守るよね。はい、ちゃんと守る。それをちゃんとっていうのか分かんないけど、ちゃんと守るよね、そこは。でも、ホストアプリ、自分の名前上がったっすか？シュソ。シュスケくんって書かれてるんですよ。なんで俺の本名知ってんねんと。なんで今言ったのじゃん。あ、言っちゃった。なんで言っちゃったのじゃん。言っちゃった。まあ、いいんだけど、いいんだけど。まあ、いいっすけどね、本名は別に。別にいいんじゃない？俺はミクとしてしか接してないから。そうまあ、歌舞伎町だけかな。ミクは、うん、でもほら、昨日の T シャのヤンキーとかは思いっきりもう、ね、ミクって誰って。でもあの、店の前に貼ってあるナンバーパネルに出して、おこいつこいつって。俺話しかけたのに、俺のこと振る舞って、おこいつこいつって言ってた。俺のことを無視して、こいつこいつって言ってたわ。言っときますわ。言っといて、うん、上司だからって言っといて。言っときますわ。俺めっちゃ感じ悪いじゃん、それ。うるしかったでね。いや、俺やで、もう俺ヤンキー慣れしてないからさ。もうなんかいきなりヤンキー入ってきちゃったから。あ、迷い込んできてヤンキーなの。全然ヤンキーじゃないですよ。だっていやいや、あのゴルフみたいなキャップかぶってましたから、ね。ゴルフみたいなキャップって何？どういうこと？妻がね、ちゃんとしてる。あ、妻がちゃんとしてるやつ。ちゃんとしてるタイプの妻ね。はい、ちゃんとしてない妻って何？いやいや、こうストレートがヤンキーなんじゃないですか。あ、これ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 。あ、これヤンキー、これこれヤンキーね。それヤンキーじゃない方ね。とりあえず配信をどうぞ。
こんな俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。いや、あのさ、CM 明けからいきなり笑ってたら気持ち悪いから。いや、だってサバスーツって言うんですよ、あれ。サバスーツって言うんだよ、テカテカのやつ、うん、ね。うん、だからみんなヤンキーすごい好きだね。でもなんか、俺一回ね、ヤンキー乗り込んできたことあるのよ、昔の店に。お店ですか。うん、なんかその時飲みに来てた女の子の彼氏。誰で、なんか その時、あの、ド新人がついてたんだけど、あの、ほぼ退入みたいなもんの新人がついてたんだけど、はいはいはい、ヘルプで。したらもうヤンキー、こんなもう185ぐらいありそうな、体重120キロぐらいありそうな、クソでかい、もうなんか彼氏っていうか、なんていうか、もう野獣みたいなのが入ってたのよ。で、もうそのついてた新人をもうバーンと落して俺の女に何してんだよみたいな。いや、お前の女ホストで飲んでるよ、楽しくみたいな。しかもそれ別にヘルプっすよね。そう、ヘルプヘルプ。でもほら、その野獣からしたらさ、ヘルプとかわかんないじゃん。こいつが今俺の女口説いてるウケる。いやー、びっくりしたわ、ほんとに。その女の子そのまま連れてかれたよ。しかもお金払わなかったし。えいや、あの、その野獣からしたらやっぱ連れ去られたピーチ姫だと思ってるから。まあまあまあ、そうですよ、ね、クッパだからさ。やば、でもそんな、まあでも一般人からしたらそう思うのかな。なんかイメージはね、ホストでほらやっぱチャラくて金をむしり取るみたいなイメージがやっぱついてるから。どっちかって言って野獣の方がやばかったけどね。無銭飲食した上に従業員殴って帰ってた。間違いないです。あいつの方がよっぽど犯罪者だよ。なんか変にね、変に関わるのね、うん、ちょっとね。いや、多分あの女の子もね、多分ほら、うまく言ったんだろうね、自分が怒られないために。いやー、あの、無理やり連れてこられたとかね、言えばね。確かに。そうそうそう。あと、なんか、その、やっぱさ、なんか俺、ヤンキーっていう生き物は別にどうでもいいんだけど、はい、なんか、ヤンキーの中でよくありがちなのがさ、なんか店員に対して態度がでかいってあるじゃん。はいはい、俺、あれがすごい嫌いなのよ。ありますね。そうそうそ そう、ね、あれがすごい嫌だから。だからなんか、あの、たまーにさ、たまーにこの店は今んとこないけど、同業とかで来てさ、はいはいはい、ちょっと女連れてきてる同業で、女の前でカッコつけようとして、すごいなんかでかいこと言うやつがいるのよ。もうあれ本当に嫌なの。なんかその一回、なんかその社長の知り合いの同業みたいな、はいはい、昔の店の社長のね、うん、で、なんか、うん、ギャルみたいなの連れてきて、はい、古いタイプのギャル連れてきたの、はいはい、この時代にこのギャルかーみたいな。ギャル一緒に来てて、で、まあなんか普通になんかもうずっと、こいつ俺飲んでるからよろしくみたいな、もうずっとそんな感じで、よろしくが完全に、あの、漢字の漢字のよろしくだったの。もう発音的に、もうひらがなじゃなかったの。でもなんかそんなんで、もう俺ずっとなんかそれに、あーすごいっすねみたいな、もうずっと武勇で、もう本当に俺のラジオよりも武勇で言うから、あいつ本当にずっと俺昔ヤンキーだったんだぜ、かっこよかったんだぜみたいな。でも女の子もそのギャルも多分元ヤンキーだから、かっこいいみたいな。で、俺も、あーかっこいいっす、やばいっす、すげえっす、マジはここですみたいな、パネっすわかんないからさ、俺ヤンキーとか。とりあえずかっこいいかっこいいって言って、まあ結構気分良くなって、まあ、帰るってなって、はい、で、まあお会計がね、まあいくらか忘れたけど、まあ、何万何千何百円みたいな感じだったの、はいはい、で、まあ多分ヤンキーだからさ、あの、やっぱカッコつけたいのよ。ヤンキーだからってもう俺の偏見だけど。財布からもう、あの、金バーン出して、はい、みたいな、持ってけよみたいな。で、この店ぶってくるねーみたいなこと言われて、ういっすいっすとか言って俺持ってってさ、で、お釣り返すじゃん。はいはいはい、お釣り返したら、なんか、お釣りだから何万何千何百円のお釣りだから、当然小銭で返ってくるの。はいはいはい、したらヤンキーめっちゃキレて、もうなんか、俺に小銭返すは何様だーみたいな。いや、いや、だって。で、もうそっからもうテーブルの上のものバーンって全部、マジっすか、下に落として、うん、その時についてた、あの、ヘルプの子を殴って。ヘルプかわいそうだから殴られっぱなし。で、ギャルがさ、あまりのその、お香りっぷりにギャルが泣き始めちゃった。意外とギャル派手な見た目して中身弱いの、うんうんうん。でもギャルが泣き始めて、そしたらもうヤンキーはなんか、もう俺らが泣かせたみたいになってるのよ。大丈夫か、怖いよな、みたいな。もう俺、それがあって、ほんとヤンキー嫌いなんで。だるただただだる。いや、マジさ、あの構図にどうしたらよかったのかな。
いやでもね、だってね、小銭がいらないんだったらさ、お前が払い方を気をつければ小銭は出ないわけ。間違いないじゃん。まあでも小銭拒否ってるわけですから、小銭は当然持ってない。まあ持ってない、持ってない、そう持ってない、小銭持ち歩きたくないんだろうね、うん、じゃあなんかお釣りいらないって言えばよかったのに、うん、ってね、うん、でも多分あの札は欲しい、札は欲しいんですよね、札は欲しい、だからお釣り札だけでちょうだいって言えばよかったんじゃないかな、うん、めんどくさかったね。わからないですね、その時の退職後っていうのは、うん、でもなんかその男のさ、あの昔悪かった自慢ってさ、ああ、ありますね。あれちょっと結構聞きますよ、僕。本当に身近でも結構聞きます。あれさ、まあ話していいのって18、19ぐらいまでだと思うんだよね。なんかね、だって20歳過ぎてさ、ね、ちょっとこう俺昔ヤンキーだったんだぜ、すごいだろって言われても別にえ、でも思いません？だって我々が、例えばね、高校生とか、まあ16歳ぐらいの時、うん、先輩いたじゃないですか、うん、もう21とか、あー結構上の先輩、上の先輩だって24とか、あの車の先輩でしょ、はい車の先輩、ギャルソンの先輩、うん、デイアーデイって書いてあるステッカーのオデッセイ乗ってる先輩、うんうん、いるじゃないですか、うんうんうん、いやそれピンポイントすぎそれ特定してるだろ、あれ今考えたらやばないですか、だってもう我々と同年代とか、もしそれより上の地元の上で俺らの年ぐらいの頃とかってさ、結構普通にまだ若いよね。若いっす。なんかもうだって、え、俺イメージ的にさ、なんかヤンキーってさ、なんか車とかさ、はいはいはい、なんかそんないい車じゃないけど、なんか中にすごいお金かけてて、はいはい、いますね。なんかもうあのふわふわのやつ、ふわふわのやつ、前のガラスのところにフロントガラスのところにふわふわのやつ乗せてて、ここになんか葉っぱの形の匂いついてるやつぶら下がっててみたいな。ビルバンで売ってるやつ。そうそう。スティッチとかも一緒についてるみたいな。スティッチとかね。あるある。ついててみたいな。そうそうそう、っていうなんか夢、勝手なイメージ、うんうん、で、なんか灰皿がついてて、灰皿に蓋開くと LED が光るタイプのやつ、あのドンキホーテルよくやつ、ドンキホーテルのやつ、ドンキホーテルよくやつ、ちょっと高いやつだと3990円。で、車の中とかでもちょっとなんか青の LED とかついててみたいなってイメージがやっぱどうしても、うん、でも、あの人たちだって我々と同年代もしくは年上だったりするわけですよ。そう当時はなんかちょっと、こういう人もいるのちょっとかっこいいかもしれないなと思ったかもしれないけど、うん、今見たらさ、今見たらいってなんだよ、やわないってなるわ、普通に。だってなんか地元とかさ、普通になんかさ、こんなやりながらやつじゃん、こんなやりながらあんなのさ、歌舞伎町で見かけたら俺泣いちゃうよ、もう恥ずかしくてやばいっすよね、だってね、やだよね、うん、なんか地元で見たらさ、なんか慣れてると言ったら変だけど、まあ別に日常茶飯事じゃん、そんなやつまあまあまあ、そうっすよね、歌舞伎町なんかこんなタバコ吸いながらこんなやつ歩いてたあいつ、あいつやばくねってなるよね。あとあの、ストレッチマンみたいな服着てるやつストレッチマン、待って、ストレッチマンみたいな服着てるやつって誰いや、地元にいますね。地元にいるの？いますよ、ストレッチマンみたいな野球部じゃないのに、ストレッチマンみたいな、ストレッチマンここまではない、ここはフードはないけど、フードはないけど、こういうやついる？え、地元どこだっけ？三重県。三重県やばくね？これはいないって。三重県これはいないって。三重県これなの？もうええわ。別に俺ディスられたわけじゃないけど、なんかちょっとイラッとする。やっぱストレッチしてる、後ろから隕石飛んできて数数えるんでしょ、はい、大きな声で数を数えるんでしょ、はい、しつけえでも分かりますよね、分かるよ、もうだいぶ前から分かってるけど、あれ本当にダサいよ、マジで。ああ、まあダサいよね、うん、せめてそんなくらいです、その上 T シャツが着るんだったら分かるんですけど、うんうん、まあ、ストレッチマンのスパイチマンでね、申し訳ないけどストレッチマンが着てるわけでしょ、うん、え、アホだな。しかもさ、さっきあれフードって言ったけど、あれフードなの、そもそもストレッチマンの頭のこれってフードなのだってこれ撮ったらあれパーカー的なやつだえ、ストレッチマンでさ、あの収録終わりとかこれって突っ込んだりしてんだよ、やっぱそれは知らんけどそれは知らんけど、だってフードやあれフードなんだ、わからない、表現の仕方フードあれ体の一部ってほら言ってるよ、ストレッチマンってまだやってんの、そもそも変わらん。いや、あれ、ストレッチマン捕まったっすよ、確か。え、そうなの？何罪なの？でも、マイクワイセツかなんかで捕まるわけ。いや、めっちゃ適当じゃない全然覚えてないじゃん。いや、確かなんか捕まったって聞いたような気もしなくもない。ほんとに？普通に明日テレビで見たら怒るからね、ちょっと。テレビまだいるんすか、あいつ。いや、でもさすがにいないんじゃないかな。でも。ああ、でも何が捕まったってみんな言ってるね。ね、捕まったよね。ほら、何なんだろうね。まあでも悪そうな顔してるもんね、結構エッチな顔してるからいや、エッチな顔してないから、エッチな顔してない格好は結構エッチだけど服装に対しては結構エッチだけど、ね、あれ卑猥だよね、うん、あれ卑猥だって結構シルエットがもろに出ちゃうからね、あの服は2代目ストレッチマンになってる。いや、その3代目みたいに言わないで結構あの人はね、
ああでも結構年いってる人だよね。あの人多分30後半か40。え、その若い我々が幼稚園ぐらいの時は。そうね、幼稚園ぐらい。今30、40だったらやばいからね。やばい。結構あの人20歳ぐらいの成長してたことになるよ。いやだわ、あの服で就職あってねえわ。あの服で出勤してんの。いや、それは違うと思いますけど。でもいやでも地元にあの服で出勤してるやつら山ほどいるわけだ。いや、もういっぱいいますよね、あれ。そんな感じじゃないかな。あいつら本当に不思議だもんね。いやまあでも地元ってそういうのが許されるじゃないけどさ、なんか格好とかもそんな気にしてなくなかった？今とかって外出るときにある程度なんかさ、ある程度の格好しなきゃって思うけど、地元にいた頃って別に俺もう上下灰色のスウェットとかで全然良かったもん。ああ出ますね、かわいい、全然かわいかったあれが。で今ってせいぜいさ最寄りのコンビニぐらいしかその格好じゃいけないじゃん。家から一番近いコンビニ行けるかなぐらいだけど。あ、パチンコ言います。パチンコね、パチンコ逆にビシッとしてた方が気持ち。ネクタイとかこうこれどこに気合い入れてんだよ、楽しいだろ。それこそ出勤やそう、田舎のファミレスとか確かにすごいね。もうヤンキーのたむろ感が半端なかった、うん、ゲーセンとかさ、ファミレスとか多かったっしょ。うん、カラオケとかもすごい。まあみんなジャスコだよね、とりあえずね。確かに、うん、とりあえずジャスコ行けば OK みたいな、うん、遊ぶ場所はジャスコ。ジャスコ懐かしい。みんなジャスコだよね、うん、映画館コーナー行くと平和なんですよね。そうだね、ちょっと年がね、上がるから。年が上がるから素直に映画を楽しみたい人しかいない、うん、そうそうそういやでも、俺、あの地元の映画館、あの結構ヤンキーいっぱいいて。マジっすか、ヤンキーって映画見るんですか。ヤンキーって一番後ろの席をヤクザみたいな撮り方するの、全部撮るのよそうなんだ、そうそう、威圧的だな。一番後ろ全部撮って、あの前の席の座席に、そんな足長くないのよ、中学生だから一生懸命足かけてみたいな。もうかけすぎて、ちょっと後ろに倒れかかってるぐらいのレベルで、みたいな。やっぱどちらも格好つけたいから、まあ、あとはもう靴脱いで椅子にこうやって座ってるみたいな。あでも映画館の椅子ってさ、こう立ち上がったらさ、こうなるタイプ。だからヤンキーだもん、こうやってわざわざこうやって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 座ってんだよ、多分。ご苦労だよ。かわいい。かわいい。俺なんかそのヤンキーと小ヤンキーっていうのを分けてて、小ヤンキー、なんかヤンキーっていうのは犯罪行為を犯してしまう、まあ非行少年たち、少年で、小ヤンキーっていうのは犯罪を犯さない、あの罪は犯さない、人に迷惑をかけないけどヤンキーぶりたい子たちでいるじゃん。やっぱヤンキーぶりたいけどヤンキーになれない子たち、ああいう子たちはいい、可愛いが小ヤンキー。やばい、今日ヤンキーの話しかしてねえ。はい、本日夏祭りイベントです、イエーイ。何これ初回特典初めて気づいたんだけど。あ、初回特典すげえな。キャッシャーでポケモン GO のお気に入りのポケモンを見せてくれた方にビール類、カクテル、コカレロ、テキラドルカサービスだそうです。全然知らなかったらしいよ、なんかポケモン流行ってるからね。あ、ちょっと今日のイベントも言うね。焼きそば、かき氷、たこ焼きなどなんか屋台出るらしいんで、よかったら今日ね遊びに来てください、よろしくお願いします。来てください、来てください。この上のやつもちょっと気になるけど、てかこっちの方が気になるけどね。ポケモンみんなやってんのかな、やっぱね、やってるんだね。やってないから、うん、みんなやってる人多いだろうからね。はい、じゃあそんな感じで今日遊びに来てください、ありがとうございました。待ってまーす、またねこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。